中の皆さん、どうもこんばんは。今回なんですけどね、とんでもないことが起きました。ルアー購入じゃなくて、ルアー購入か、ルアー釣り道具収集家としてねやってますけど、今回これ買ってきました。これは結構ね、すごいルアーなんですよね。まあ、ちょっとここから見ていこうか。ああ、How to remove hook tube for safety ECW table edge hook. Remove tube, please, なんとか。Your fishing. How to turn up your lure.、どういう意味だこれ。あなたのルアーは、の使い方ってこと ?Before first time use.初めに使う前に呼びましょうみたいなね。You may need to drop to clean the eye of hook. もういいや。はい。これはね、これだけどちょっと可愛らしくないかなと思って。ルアーってね、正直ね、何でもいいんですよ。これ。かっこいい。あ、ラトル入ってるね。めちゃくちゃかっこいいね。かっこいいっていうか、かわいいね、これね。ほら。うわ、プリントされてるのかな。すごくかわいらしい感じの色目ですね、これ。形は全部一緒なのかな。色目が違う。ね、これ上から見たらめちゃくちゃ丁寧な感じ。これどこで、ちょっとね、だいぶ前に買ったんですよ、これ。で、どこで買ったかちょっと記憶が飛んじゃって、どこで買ったんだろうな、これ。ちょっと忘れちゃったんですけど、もう多分半年以上前に買ったと思うんで、1年前かな。ちょっといつ買ったかちょっとごめん、記憶が飛んだ。で、どこで買ったかも記憶が飛んでる。だけど、ルアー収集家なんでね、ルアー見つけた瞬間にもうその場で買いまくってしまうんで、これだけど、よくない。かわいいよね。この塗装が、このヒョウ柄な感じ。はい。全部同じ形だと思う。だけど、こうやって、これなんか船みたいな模様ですね。ほら。おぉ。これは、なんか銀船みたいな、のごいみたいなイメージのカラー。これはいいなぁ。クランクベイトでね、釣れた時って結構気持ちがいいんですよ。ガチってくるから、バイトが。だから、めちゃくちゃ釣った時にね、ワームで釣るよりもクランクベイトで巻いてる時に、ガチンってくるのが結構パチンコでいうところの大当たりみたいな感覚に襲われて、で、中毒になっていくんですよね、皆さんね。クランクベイト中毒って。最近僕はね、今年クランクベイトあんまり投げてないんで、クランクベイトでは一匹も釣ってないんですけど、クランクベイトを巻いてるときにガチーンってくるのが、大当たりが来たっていうね、感じで、これもちょっと収集コレクションの一つ、また今度一個どれか投げてみようかなと。これ多分中国のメーカーじゃねえかな。中国ってね、多分ね、みんなどういうイメージあるかわかんないけど、おそらくね、まあ日本よりちょっとまだ野蛮な国じゃないけど、やってやるっていう人間が多いと思うんだよね。要するにバカが多いっていうか、まあ、中国批判してるわけじゃないけどね。日本よりも、やってやるんだっていう人間が多いと思うんだよ。だからこんなルアー作っちゃうんだよ。おそらくね、中国のメーカーさんだと思う。気合が入ってるね、確かに。これ日本の人もね、ちょっともうね、中国に負けないようにね、気合入れてやってほしいね。やってやるっつって。俺は負けないぞって気持ちでやんないと勝てないから、勝負は。これルアー作るのも何でもね。おそらく多分中国の人だってね、熱いと思うよ。だから、ね、頑張れば、めちゃめちゃチャンスがあるんじゃないかみたいなね、思いで。もう一生懸命ルアー作っちゃったんだろうね、これね。で、日本で売ってやれみたいな。これもおそらく中国メーカー。ちょっとどこのメーカーかよくわかんない。これね。レンジバイブ、おいおいおい、ちょっと待て待て。モアルレックスレンジバイブ 70mm バイブ5個セット新品で、これってなんだ、日本のレンジバイブとよく似てるのか。
プリ商品なのか。うわ、形は似てるね。形は似てるね、めちゃくちゃ。うん、似てますな。これ、おそらく中国のメーカーさんが、これ販売してると思うんだけど、日本で売ってるレンジバイブとそっくりっていう認識でよかったですか。おそらくこれめちゃくちゃ釣れるよ、これ。うん、形もすごく似てる。型を取ってパクっちゃったのかな、うん、レンジバイブを。これね。これ、安いんですよ、すごい。普段の普通レンジバイブって、1500円とかするんじゃないかな。レンジバイブ、俺も10個ぐらい持ってるけど、結構高いんですよね。だから、深いディープのラインで釣りする分には、目がかりなかなかしないからいいんだけど、ちょっと浅瀬、こんなシャローになってたってところに引っかかってね、うわ、1500円が一撃でっていうね、ことで、これ多分レンジバイブそっくりの動きするんだろうな。なんか音まで似てるぞ。ちょっとね、中にラトル入ってる。ラトルが入ってるけど、これもレンジバイブの本家もそんな感じじゃなかったかな。パクリ合いの世界ですね。うん、これ多分レンジバイブを作ったメーカーさん的には、俺の認識が間違っていなければぶち切れる場面なんだろうけども、ただ世の中って弱肉強食なんですよ、うん、なんでパクリ合いの世界なんで、法律でやるじゃないですか。これ俺が開発したからこれはパクるなよとか。爪汚いな、これちょっと爪切ってから撮影しないかな。おい、爪の赤が出たぞ今、気持ちが悪いって。パクり合いの世界なんですよ、世の中の仕組みが。結局イソギンチャクと一緒でね、相手騙して勝っちゃえば生き残れるっていう、そういう力の論理が働いてるんで、日本のね、例えばアニメはパクるなっつったってパクられるんですよ、うん、こればっかりはしょうがないと思う。でも俺は個人的にはね、やめてほしいけども、例えばね、これ YouTube 動画でもそうですよ。自分がやったネタをね、誰かに例えばパクられたとか、そんなんで目くじら立てたってしょうがないわけ、うん、要するに生きるか死ぬか、勝つか負けるかの世界なんでね、うん、この世の中ってまあ厳しい話そうなってるんで、レンジバイブをパクられてる可能性がものすごくあるんだけど、それがいわゆる、なんだろう、世の中の、なんていうのかな、これ、レンジバイブ高いわけじゃん。ね、1500円なんかするわけじゃん。こっちだったらおそらく、半年以下の価格で買える。で、超過を買わないと思ったら、それを知った人はみんなこっちを買うわけよ。うん。そうやって、その価格がね、適正価格になっていくんじゃないだろうかなと。うん。なんで僕はね、パクるメーカーに対して、俺はね、しょうがねえのかなと思ってる。うん。パクられる、なんで、ルアーの場合だと、この著作権とか音楽とかだと、例えばあると思うんだけど、あってもパクられるし、ね。うん。だから、ルアーに関しては、例えば、もう、パクろうと思ったらすぐパクれるから。肩取ってパカってやるだけだからね。うん、だから、そこもある意味、俺なんかやっぱライオンの世界見てるから、うん、YouTube でライオンの弱肉強食の世界ばっかり見てるから、食うか食われるかって世界ばっかり見てるから、それもしょうがねえんじゃねえかなと思ってる。うん。だからメーカーさんにとっては、冗談じゃねえぞこの野郎っていうね、怒りが湧いてくると思うんですよ。これレンジバイブのパクリ商品だとすると。うん。だけど、そこが、やっぱり、じゃあパクられない商品作れよって。車で言うとね。うん。だけど、パクられないルアーなんて作れないよね。ほな、簡単にパクれちゃう。うん。なんか、すごく難しい技術だったら、パクるにパクれにくいっていうところあると思うんだけど、そういうのはもうパクり合いだからね。基本が。だから、まあ、俺は、これはあるべき姿。うん。俺はパクりはやんないけど、まあ、適正価格にするために、いい商品はパクられて当たり前っていうかね、パクられてようやく一人前だと思っときゃいいんじゃないかなっていう、うん、気もしないわけでもないけど微妙だよねこれね、うん、ということで、今回はルアーを買ったんで適当にダラダラね、うん、思いつくままに喋りながら、これ可愛いよね、めちゃくちゃ綺麗、うわ美味しそう、お
これね、YouTuber の話をしとくけどね、YouTuber をね、俺なんかね、YouTuber をバカにするんじゃねえっていうね、変なプライドがやっぱりすごくあるわけ、俺なんて。結構 YouTube でね、かなり自分もお世話になってるんで、YouTuber をバカにするんじゃねえこの野郎っていう思いがめちゃくちゃ強いんだけども、実際問題 YouTuber っていうのは本当にね、バカにされて当然なのかなって俺今思ってるね。ああ、YouTuber をバカにするなって俺ブチ切れてたけどね、前は。最近ちょっと冷静になって考えてみたら、 YouTuber はバカだから、バカだから頭が悪いからね、こんな動画投稿とかしちゃうわけ。生まれてからね、この方ね、頭が悪いからね、すべての勝負に負けてきてね、もう仕事やったってクビになっちゃったりね、まともにいいとこ入れないし、勉強してもできないしね、すべてバカだからこうやって動画投稿しちゃうわけ。もしかしたら俺の動画がですごい大ヒットしてうまくいくんじゃないだろうかなんてバカみたいなこと考えて、だからもう YouTuber とか YouTube に動画投稿してる人の 99.9% が本当バカだから、頭が悪いからね動画投稿しちゃうの、だから俺が YouTuber になったらすごいことになるんじゃねえかなんていうね、そのバカが動画出し続けて、バカみたいにね、俺みたいに、もう生活ができないからって苦し紛れに YouTuber になるとか言って、動画バカみたいに、俺なんか動画ここまで来るまでに俺もう何本消したかな、3000本ぐらいね動画を削除してるんですよ、だからめちゃくちゃ頭が悪いからバカみたいに動画投稿しちゃって、たまたま俺はちょっとだけうまくいったっていうパターンね、で他のね動画投稿ねこれ YouTube の視聴者様は俺神様だと思ってるんで、視聴者の人たちはね YouTuber っていうのはバカだと思っててください。頭が悪いからバカみたいに動画作っちゃうっていう、でたまたまその中でちょっとまともな人がたまたまちょっとうまくいくみたいないう感じで 99.99% バカなんだよね YouTuber って。まあ、そこはね自分自覚してます。これなんでこんなこと今言い始めたかっていうとね、なんかネットの2チャンネルみたいなとこでね、高橋さんは本当はめちゃくちゃ頭がいいのにバカのふりをしてるんだみたいなね、そういう書き込みを見つけてね、某なんかネットのねスラングっていうか2チャンネルみたいな5チャンネルみたいなとこで、あなた勘違いしてますからね、自分の場合は頭があまりにも悪すぎてね、どこの会社に行っても勤まんない、勉強もできないね、だからいい会社に入れないね、ブラック企業しか入れないで、そこでも干されちゃってクビになっちゃって頭が悪いからね、で金がなくなっちゃってどうやって生きていこうかなと苦し紛れにバカみたいに YouTube 何千本も作ってたら、たまたまなんとかちょこっとだけうまくいったというパターンだから、そこを理解しとかないのはダメだよ本当に、本当はっきり言っとくわ、YouTuber のバカしかいないから、ということでまた。